では2連勝のジャイアンツ長嶋監督のインタビューです。まだやはり将来ありますし、まあ、前期終わろうとしておりますけども、まあ、これから中期そして後期、特にうちのチームはこの2年間過去対戦非常に追い上げ型のチームの対戦に変貌してますからね、これからじゃないでしょうかね。